ヒカキン TV Everyday。 トニオのハロー YouTube。 どうもヒカキンです。ファミリーマートで売ってました。プッチョ海賊マスカット味。ボン、ユーハ味覚とプッチャ。ドーンとルフィいますね。ワンピース、プッチョとワンピースのコラボで生まれたスペシャルプッチョ。プッチョの達人、鉄板プッチョの味100。無敵の味わい、海賊マスカット味登場。こんな感じなんだね。これなんでマスカット味なのかね。美味しいことを祈ります。すでにヨーグルトみたいな香りが。はいはいはい、ワンピースクイズ。これいろんなキャラクターが載っててクイズ書いてあります、一つ一つに。あー簡単だ。ルフィが食べた悪魔の実はどれ。 1. メラメラの実、 2. グラグラの実、 3. ゴムゴムの実。グラグラのゴムゴムだな。うん。おお。チョッパーの好きな食べ物は何。 1. メロンパン、 2. わたあめ、 3. カレー。わたあめやな。合ってるよね。楽しくなってきた、楽しくなってきた。お、ルフィの誕生日は3月6日、4月4日、5月5日。これ知らないぞ。でもなんかルフィ強いから、なんとなく5っていう数字強そうだから、5月5日。さあ、詳しい方コメントで教えてください。間違ってそう。いただきます。やっぱり側面がうっすら緑がかってますね。うん。いただきます。うん、柔らかい。うん。うまい。食べてる時に一度マスカットということを忘れて食べてると、もう普通にね、やっぱグレープ味っぽいよね。なんか僕これ緑より紫の方が気持ち的に好きなんですけど、味美味しかったです。まあなんかルフィといったら赤だから、コーラとかイチゴとか、まあイチゴかわいいか、まあコーラとかそういう強いイメージの味になりそうだと思うんですが、マスカット美味しかった。トゥデイズヒカキンズポイント 88。 まあなんか中にステッカーとかあったらもっと嬉しかったなとも思ったんですが、まあ1枚入ってるより小包み一つ一つにクイズ書いてある方が、楽しいなと思いました。よかったです。バイ。僕のゲーム実況のチャンネルヒカキンゲームズがオープンしました。 PC の方はこちらのアイコンをクリック、スマホの方は動画説明欄のリンクからぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではヒカキンゲームズで待ってます。